回復といえば、やはり一番重要なのはしっかりと睡眠をとることです。休んでもなかなか疲れが取れない場合は、睡眠の質に問題があるのかもしれません。睡眠の質を上げるためにできることはたくさんありますが、中でも気をつけたいのが夕食の時間です。寝る直前に食べてしまうと、就寝中も消化器官が休まらず、目覚めた時の疲労感につながってしまいます。そのため夕食は就寝の3時間前までに済ませるようにしましょう。また寝る直前までパソコンやスマホをいじるのも NG です。脳が刺激されて活発になってしまうので目が冴えてしまい、寝つきや睡眠の質が下がります。その他に就寝時間を一定にするのも大切です。毎日のリズムを一定にするとホルモンの分泌がうまく行われ、睡眠の質も上がります。夜更かししてしまった時や休みの日は遅くまで寝ていたくなりますが、同じ時間に起きて日中に30分から1時間程度の短い昼寝や仮眠をとる方がおすすめです。